もう彼のことを思ってくれる人は誰もいないんです。不気味だろあいつ。あれですか、人殺したこととかあるんですか。破壊していたということですが、本当に前代未聞です。松村さん、自分が何もないんですか。今の僕には分かるんです、あの時の気持ちが。私たちは生きていかなきゃいけないんです。娘が生きていた証を残すためにも。生きてなんてしょうがないんだ。